あれ棒立ちになってる。え、なんで？え、どうしたのみんな？なんで止まったの？何があったの？僕はここにいるよみんな。大丈夫？どうしたのみんな？起きて。え？はい。いないね。ああ！はい。行くよ行くよ。はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ジェイモンです。さあ、今回ですね、ジェイモンの積みゲー確認枠という新しい企画をやらせていただきます。音量がちょっとでかいね。ちなみにこのゲーム、なんぼや。620円という価格で販売されておりますが、おそらく自分はセールで 90% ぐらい買ったと思います。で、起動したらね、これが起動後の画面です。で、なおかつアプリの表示名、とか音量表示が、ゲームグールマップエディターなんですよ。ゲームグールマップエディター。ゲームグールは安めの、ゲームエンジンで、いわゆる、クソゲー御用達と言われているやつですけど、実際にこのゲームね、どうなのか。なんとこのゲーム2018年の、発売なんですが、レビュー5件で、すべてが不評です。一体実際どうなのかチェックしていきたいと思います。この光の点何これ？なんで消えるの？目？え、何これ？なんでここちょっとだけ光ってんだよ。何やこれ。ちなみにオプションも何もございません。ではやっていきたいと思います。何分プレイできるかな？ロード中。え？ロード全然動かないんだけど。動いた。あ、動いた動いた。長いね、意外と。スペック高めなんだけどな、俺。来た来た。Press F to use flashlight。ちょっと待って、これエスケープ押したら大丈夫？あ、OK、OK。ボリューム、メインメニュー、選手変えられねえ。やべ。でっか銃！コルトでかっ！ちょ、選手が高い。お、敵？まず降り立ったら夜景ですね。月があります。これヘッドショットとか意味あるのかな。ヘッドショット一発じゃないんだよね。あ、ヘッドショット一発のやつもおる。戦士が高いよ。え、一発や。一発食らったら終わるわ。マジかよ。え、またロードから、まあ、今度さっきより早いね。一回読み込んだから。まあ、フラッシュライトオンにして、え、ポルトを拾って、あ、走れ走れ走れる。あ、覗き込める。銃ねえかな。弾が、あと、いや、弾がない。弾探さな。ゾンビって範囲外に入るまで棒立ちなんかな。弾は？こっちか。あと、やべ、全然弾がねえ。うわ、ゾンビがめっちゃおる。ひぃ、棒立ちや。めっちゃこっち見てる。マウス感度、Windows で変えるしかないね。Windows かマウス、マウスの方ですね。
マウス、さっきのマウスはね、いろいろ変えられるゲームもあるんで。え、なにこれ、なにみんな棒立ちになったの。さっきまで襲ってたじゃん、俺を。もしかして、こっち側の奴らだけフラグ立ってんの。ちょっと待って、あ、動き始めた。棒立ちのやつとそうでないやつの差が分からん。あとちょっと音楽のループが短い。もうちょっと長くループしてほしいわ。これはショットガンか。はぁ、動いとらへんやかって。はや、動いてないわ。動いてなかったじゃないですか。え、ちょなんだこれは。まず取る。ここのやつらは全員動いてるね。はい、ここら辺動いてる。こいつは棒立ち。棒立ちだけど棒立ちじゃないのかな。この子動いてる。こっちスナイパーなんだよな。こっちなんかおるかな。コルト？あ、コルトの弾や。これで、あ、なんかあった。マグナムや。マグナム。あれ？誰もいないよね、これ。あ！あ、キルカウントが増えた。あ！あ！あ！こいつ当たるのかな。当たった。銃はリポップしないのか。リポップしないね。オッケー、コロコロで一応銃は変えられるわ。コロコロでマウスのね。もうね、何言ってるのか分かんねえ。これゾンビが黒くて、なんつう、背景溶け込んでるわ。超暗いゾンビたちが。もしかしてだけど、ああ、よかった、ショットガン効かないんじゃねえのって今一瞬思ったんだけど、効いてたわ、ちゃんと。これがゾンビの護送ガンです。おお、マイケル・ジャクソン。おお、ボーイ。並んでる。貫通あんのかな、これ。貫通はさせないか。はい、ということで、ゲーム内はシステム要件の推奨ストレージが、マジで、ちょっと待って、推奨ストレージなんもなんこれ。どこ行った、これか。推奨システム要件、こちらシステム要件でございます。推奨でいこうか。OSXP ビスタ7、オッケー、いいよいいよ。64ビットで。はい。で、Intel Quad Core i5-2300 を AMD Octo Core FX815。これ聞いたことないんだけど、AMD の。Quad Core？ あ、そっか、Quad Core i5 でいいんだ。i5 で。はいはい、そういうことね。6メガラム。6メガラムって何年前っすか？660Ti。最低は GForce 400。さすがに9600とか無理か。あ、やられてる、俺いつの間にか裏で。Radeon H7950。ビデオカードは 2GB。ストレージ 6MB 利用可能。これ間違ってね？ストレージってあれ容量でしょ？うわぁ。
ということでですね、こちらの、何だっけ、アウトブレイクゾンビ、2018年発売、620円。レビュー5件、5件のうち全部不評、確認したところ不評で間違いございませんでした。以上、ジェモンでした。